はい、では今回作ったジグソーテーブルの紹介をしていきたいと思います。まず土台はですね、以前作ったトリマーテーブルと同じような、形状を考えてみました。こういうですね、エッジ型といいますかね、こういった形で、天板に、できるだけ何も、つかないような形ですね。で、下を F クランプとかで、作業台にバッチリと固定できるような形で考えてあります。はい。で、ジグソーですね。ジグソーの固定の部分はこういった形になっています。ちょっと暗くてよく見えにくいかもしれませんが、ジグソーのこの土台と、ぴったりサイズで、板に穴を開けてですね、それにはめ込んで、2枚のプレートで押さえて固定する形にしてあります。前の方はですね、この土台のところに、平行ガイドをつけるような、突起がありましたので、それはちょっと板より厚かったので、プレートで押さえるだけで、固定できたんですけれども、後ろの方はですね、土台が薄かったので、間にMDF の板をこう挟んで、押さえる形にしました。で、後ろはですね、この隙間がちょっと狭くてですね、このジグソーの後ろをちょっと浮かせながらこのプレートを差し込むというような形でないとちょっと固定ができなかったんですけれども、それでも比較的簡単に着脱ができるような形にできたんじゃないかなと思ってます。でですね、土台のこのサイドのところにですね、ところに覗き窓を作ってます。ここからですね、ジグソーの、ブレードを交換する、レバーとかですね、それが見える形になってます。このブレードのですね、ブレードを左右にぶれないようにですね、ベアリングでガイドを作りました。このガイドの部分はですね、ノブボルトをこう緩めてやることでこう上下に、移動することができます。こういったですね、板をこうカットするときにですね、このガイド、ブレードのガイドもなんですけれども、これをこう下ろしてやってですね、こういった位置で固定することで、ジグソーですのでどうしても上下運動で、引っかかったりして材料がこう暴れたりするんですけれども、それを抑えてくれる、役目もしてくれるように考えてみました。それからですね、今ですね、こうブレードの後ろ側からアームが伸びてる形になってるんですけれども、これをですね、簡単に横方向に移動できるような形に仕組みを作っています。まずこちらのノブを外してですね、今簡単に外せるように各ノブを緩めてあるんですけれども、でこちらに、つけれる爪ナットを仕込んであるんですけれども、こちら側にも取り付け用の爪ナットを仕込んであります。なので、こちらにですね、こういった形で取り付けてやることで向きを変えることができます。でですね、このアームはですね、板でこう上下に挟み込んで、ノブボルトで締め込んでこう固定する形にしてあります。よいしょ、こういった形ですね。
横に移動しました。でですね、アームがですね、長さが合わないので、こちらのですね、ノブを緩めることで、こう左右、こういう形で、こう左右が動く形になって調整することができるようになっています。はい。まあまあ、そうですね。思った通りのものができたんじゃないかなと思ってます。